安定感の時を、これからのスノーマンを超えたのは ?10 から30代女子が選ぶ、今のまま活動してほしいグループ、第4位以下。本サイトでは10から30代の女性100人に、今のまま活動してほしいグループ、についてアンケート。トップ3は別記事で紹介したが、ここでは第4位以下のグループを発表しよう。第8位。 4.0%は、ニュース、キスマイ FT に、セクシーゾーン、ウエスト。ストーンズの5組が同率ランクイン。ニュースはデビュー時は9人だったが諸事情でメンバーの脱退が続き、2020年に手越優也が脱退、現在は小山慶一郎、加藤茂明、増田隆久の3人で活動している。ジャニーズ事務所が社名を、 スマイルアップに変更した10月17日、マスダは、ありがとうと手のひらに書いた写真を公式インスタグラムにアップ、プロフィールのイフを、不滅のイフに変更するなど、ファンへのメッセージと伺える投稿をしていた。これまで何人も脱退してきた中、3人でもなお輝いていると思う30歳女性。人数が減っても野望を守って頑張ってきている。 30歳、女性、専門職。これ以上メンバーが減って欲しくない、34歳、女性、総務、人事、事務。キスマイ FT には、8月31日に、北山博光が脱退、千賀健と、宮田俊也横尾渡る、藤ヶ谷大介、玉森祐太、二階堂隆の6人で活動している。 10月には6人体制後初となるツアーを開催。全国8カ所26公演が行われる。バラエティ番組を見ていて、仲が良さそうだから、35歳女性。好きだから、35歳女性総務人事事務。これからもみんなで頑張ってほしい、35歳女性事務職。セクシーゾーンは昨年、マリウス派が卒業。 現在は佐藤勝利、中島健と、菊池風馬松島荘の4人体制で活動しているが、10月5日にグループはファンクラブサイトで、今後グループ名の変更を検討していると報告した。一人一人役割があって、人数も少ないから、39歳、女性主婦。マリウス・ハクンが卒業する時の映像を見て、もらい泣きをしてしまった。 もう誰一人抜けることなく仲の良い4人で頑張ってほしい26歳女性パートアルバイト素敵な4人だからずっと続いてほしい28歳女性事務職エストとして活動してきたが10月18日にグループ名をウエストに改名した9月29日放送の4ちゃんテレビ TBSK で中間は 事務所問題を受けて、ウエストのメンバー全員、名前を変えるつもりではあります。事務所とも話しました、と語っていた。仲良しで、7人がわちゃわちゃしてるところが良いから、22歳、女性、営業、販売。チームワークが抜群で、メンバーみんなが信頼し合っていて、前向きに進んでいるから、34歳、女性、出版、マスコミ関係。 7人でデビューすることにこだわっていたから、32歳、女性営業、販売。ジェシー、京本大河、松村北斗、高知優吾、森本慎太郎、田中樹里のストーンズは今年、6都市26公演のアリーナツアーを開催。さらに追加で京セラドーム、東京ドームで、グループ初のドーム公演も行った。 他のグループに比べて個性がバラバラで見ていて面白く飽きないから32歳女性学生フリーターみんな仲良くて6人が似合うグループだから21歳女性学生フリーターメンバー同士の関係に安定感もあるしまとまりも良い35歳女性財務経理第7位6.0%は スノーマン。岩本光深沢達也、ラウール、渡辺翔太、向井孝二、安部良平、目黒連宮舘良太、佐久間大介のスノーマンは、今年初のドームツアーを開催。今年はグループのカンバラエティ番組、それスノーマンにやらせてください TBS 系がゴールデン隊に昇格するなど、快進撃が続いている。 努力が報われつつあり、年齢的にもこれから伸びると思うから27歳女性公務員団体職員。仲良しグループだから誰も脱退しないでほしい29歳女性事務職。下積み時代が長くてみんな仲が良く、お互いがお互いのことを思いやりながら活動している39歳女性パートアルバイト。第五位。 7.0%は、時代は山口達也、長瀬智也が脱退し、城島茂、国分太一、松岡正宏の3人で活動、株式会社時代として芸能以外にも活躍の場を広げている。今年9月に11年間続いた缶バラエティ、時をかけるフジテレビ系が終了したが、10月に新番組、 時たび、同局系がスタート。10月15日放送のザ。鉄腕。ダッシュ。日本テレビ系は緊急生放送が行われ、都立明治公園の整備のお手伝い、ダッシュ等発電計画の新大型プロジェクトが発表された。昔から応援しているので、37歳、女性、パートアルバイト。安定感があり、 見ていて安心する、39歳、女性主婦。小さい頃から応援していて、家族共通の話題だから、30歳、女性事務職。仲間意識が強いから、32歳、女性。関ジャニエイトは8人でデビューしたが、内広木、渋谷スバル、錦戸土寮が脱退後、横山優、村上慎吾丸山隆平、 安田翔太、大倉忠義の5人体制で活動している。来年デビュー20周年を迎えるが、10月2日の事務所会見で、今後グループが解明すると明かされた。同月12日には、ファンクラブの会員サイトで動画を配信、新しいグループ名について候補を2つに絞り、事務所に相談していると報告した。みんな個性的で好きだから、 37歳、女性主婦。これ以上、人数が減るのは悲しい、21歳、女性。みんな良い人そうで賑やかだからこその赤ジャニだと思う、32歳、女性主婦。仲が良いから20歳、女性学生フリーター。第4位、8.0%は、山田涼介、知念有利、中島優と有岡大樹、 高木祐也、井野家、八乙女光る、矢吹高太の兵。せい。ジャンプは今年12月から2024年1月にかけて4都市10公演の4大ドームツアーを行う。グループは10月12日にファンクラブの会員サイトに動画を投稿、歌詞にジャニーズという言葉が入っているため、今後デビュー曲、ウルトラミュージックパワー。 を歌わないと発表した。メンバーみんなが仲良さそうで、見ていて楽しい36歳女性教職員。全員が揃ってないといけないグループだと思う29歳女性事務職。人数が多い分、一人も減らずにそのままでいてほしいと思う31歳女性主婦。ジャニーズといえばというグループになったと思うから、 28歳、女性、パートアルバイト。